日本語ラジオ三百六十五、一五一へ。お相手は夏目で、お送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは、三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や。生活の話題を。 皆さんに紹介しています。短いので、毎日聞いて、日本語の勉強に役立ててくださいね。さて、今日も昨日に引き続き、季節の話題をお届けしましょう。皆さんの国では、学校や企業の1年はいつ始まりますか日本は4月に始まることになっています。なので、私たちにとっては4月は、 新しい生活が始まる時期という印象が強くあります。学校に新しく入ることを入学と言い、幼稚園に入る場合は入園そして新しく会社に入ることは入社とそれぞれ言いますがそこは区切りを明確にするのが大好きな日本人です卒業式のエピソードでも触れましたが例によってこの時期には 始まりを祝うセレモニーを開きます。ちなみに、卒業式についてもう一度聞きたいという人は、ぜひ第68回の放送を聞いてみてくださいね。セレモニーはそれぞれ、入学する場合は入学式、入園する場合は入園式、そして入社する場合は入社式と呼ばれます。入園式や入学式は、 多くの場合ご両親も一緒に自分の子供に付き添って学校や幼稚園へ行き後ろにある保護者席という場所にまとまって座り子供とは離れた場所からですが一緒に儀式を見届けますもちろんこの式でも卒業式などと同じで校長先生や園長先生など偉い人が壇上に立ってお祝いの言葉を述べたり お話をされますよところで入社式ですがまずそんなセレモニーがあるのが多くの皆さんにとっては不思議かもしれませんね入社するタイミングなんてみんなバラバラだろうのに一体どうやって式の日取りを決めているんだなんて疑問に思ったかもしれません日本では実は新しい社員が入るのはほとんどの場合4月なのです そして大学を卒業したばかりの新しい人材のことを新卒というのですが新卒の入社は特に一般的には4月に他の新卒の人たちと同じタイミングで行われるためその人たちを集めて始まりのセレモニーをするということになっているんです入社式でもやはり社長など会社のトップの方たちが来てお祝いの言葉と これから頑張ってくださいという激励の言葉を新入社員にかけるということが多いようです。ちなみに同じ年度に入社した人たちのことを同期と呼びます。日本では年功序列といって勤続年数、つまりどれだけの間そこにいるかや年齢によって人を尊敬する文化がありますから、 同じ時期にスタートを切った同期の存在は貴重で会社の中では一番親しい存在になりうる人たちですどうだったでしょう皆さんの国にも入学式や入社式のようなセレモニーはありますかまたセレモニーではどのようなことをしますかまたぜひ教えてくださいね最後まで聞いてくださりありがとうございました それではまた次回お会いしましょう。良い一日を。またね。